ブラッディーメディバルかな、yeah! ふわっと元気にコンタンスの皆さんどうもだいです。今回もトータルアキュレートバトルシミュレーター TABS キャンペーン実況 with マインクラフトファクションやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日もね、あのマイクラファクションのキャラクターを使って、TABS キャンペーンを攻略していきたいと思うんですけれども、え、知らんかった、これ YouTube とかある。え、なにこれ、YouTube のYouTube のあの登録ボタンがあるんだけど、どういうこと？いやマジでシンプルにどういうこと？そしてもっと言うと、あ、じゃあちょっとストップストップストップ。そしてもっと言えば、赤が3000でゴールドが1900でシルバーが1000、どういうこと？どういうことの極み。はい、あ、マグマキューブ、こんなのもあるんだ。あ、ちょっと待って、マグマキューブ触ってみたいな。もうガーディアンとかエルダーガーディアンとか触りたいなって思ったんですけど、今日はまあいろいろ触っていこうと思います。あの前回この1ページ目のキャラクターを適当にちょこちょこ触ってみたんですけど、そう、今回はね、他のページのキャラクターを触りたいなと。雲、めっちゃ雲。ああ、もうザ・マイクラの雲って感じ。なんかすごい今日重たい、重たいんだけど、なんで重たい、いや重たい、だいぶ重たい。ファクションが重いかな、わかんないけど。足いや、これじゃ戦ってみるか、一回。バトルスタート。さあ、どんな攻撃する？おお、あ、血吸ってんな。ヴァンパイア系か。なるほど、なるほど。こいつ、ヴァンパイア系のキャラクターだ。ゲッタンバリにビロ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 動いてるけど。いや、これ強いな。これ強いわ。体力全然減ってないもんな。え、ちょ待って、体力高いのか、これもしかして。はちゃめちゃに体力高いか、普通になんかやばい。まあ、確かに雲は毒で、まあ、吸血みたいな攻撃をしたりするキャラクターではあるっちゃあるから、まあ、わかるっちゃわかる。わかるっちゃわかるけど、思ってた以上に、硬くねえか、大丈夫か、こいつ。こいつ、バカみてえに強くねえか。やばそう。The Soul of the King! さあ、ちょっと待って、結構スイスイ進む。え、待って、14,320 も使える。え、めっちゃ使えるんだけど、コスト超使えるじゃん。ちょっと待って、これ、ごめん、気になりすぎるわ。これが気になりすぎて、ちょっと他に進めないぐらいこれが気になる。なんで赤が一番高い？絶対赤じゃなくて金でしょ。絶対金が一番高いはずなんだけど、とりあえず、あれだな、突っ込みきれなくなるから、ある程度数を減らしつつ、なった、単純にスティーブとかにしようかな。重てえ、こいつら重てえ、わかった。このマイクラ、こいつらが重てんだな。わかった。一旦ちょっと待って、ちょっと待って。単純にこの3人、ちょっと継承がわかんないけど、3個だな。うん。この3個のね、ちょっと力見てみたいわ。何すんのか知りたい。え、あ、これもしかして。あ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。金の方が、とりあえずまず、銀が雷を付与してる。てか、雷か。あの、あれ。なんだ、落雷。あれですよ、あれ。名前が出てこないけど。とりあえず、多分、トールだ。トールの雷をやるやつと、あと、なんだっけ、ディバインなんとかだったかな。とりあえず、なんか空から降ってくるレーザーを一発だけ撃つやつ。なるほどね。で、まさかの YouTuber、まさかまさか、ファラオじゃない。すごい。ファラオだと思ったら、ファラオで動きを拘束した上で、ブラドの杭を下から刺すっていう、なんか普通に、なんか何この単純に強いユニット。これが YouTube の力か。これが YouTube の力。なるほど、なるほど。普通にただただ強いキャラクター来たんだけど。なるほどね。うん。
ちょっと待って、まあ一旦そこ置いといて、エルダーガーディアンとガーディアン触っていいですか。あ、ちょっと待って、これ今回ガーディアンたくさん並べていい？いや、これいいんじゃない？エルダーガーディアンプラスガーディアン。あ、なにこれなにこれ。ああ、すごい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 。サボテンだ！サボテンの攻撃食らった時の針がバーンって出るやつ。あとどんな攻撃してんだ？わかんないでしょ？俺、海底神殿行ったことないからどんな感じのことしてんのかわかんないけど、とりあえず攻撃食らった瞬間に爆発するのはなんかね、なんとなく僕の中で解釈一致だわ。うん。そんな感じの雰囲気ある。なんとなくだけど。どうだ？いけるか？飛び込んでいって攻撃してるけど、あ、もうさすがに体力がきつい。あー。さすがにちょっとあれだね。後ろの奴らを殺せてないからなかなかきつそうだった。うん。いや、でもなんか、ガーディアンってこんな感じじゃない？わかんない。よくわかんない。俺本当によくわかんないけど。ちょっとよくわかんなくて申し訳ないけれども、でもガーディアンイメージ的にはこんな感じだわ。死んだガーディアン突き刺さってんだが。死んだガーディアン地面に突き刺さってんの草。突き刺さってるな。ひたすらに。シュールだな、この画面。だいぶシュール画面。あー、やられちゃった。なるほど、なるほど。いや、でもなんか、飛び込み系キャラクターで爆発するのはなかなか面白いなって思いました。丸。ちょっと待って、これ使っていい？マグマキューブ。スライムと何が違うのか見せてもらおうじゃないか。いや、まあ、何が違うのかわからんけど。待って、おった。これ、ダイヤモンドアーマー。あ、バイタルか。ん？ブルータル。ブルータルって何？ブルータルわからんけど。ダイヤモンドアーマーブルータルスティーブ。非常に強そうではないでしょうか。やってみてください。バトルスタート。あ、マグ、おい、飛びすぎ。あれ、マグマキューブあれだね。なんか爆発するスライム。うん。そんなこと起きる？いや、普通にただの爆発するスライムって感じだね。なんかこれはこれで強そう。うんうん。よさげよさげ。このブルータルアーマースティーブは、あ、すごい、斧、なんかダイヤの斧だ、ちゃんと。硬っ。あ、いや、でも、さすがに、きつ、強っ。あ、いた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 、さすがにあれだな。あれに勝てないな。なんだっけ、カタパルト。てか、足おっそ。てか、弓に強っ。体力でっか。体力高っ、こいつ。いや、さすがダイヤアーマーだわ。めちゃめちゃに体力高い。弓こんな食らっても話しないんだけど、これ普通になんかマンモス以上か。このちっちゃい体にマンモス以上の体力詰まってんね。ちっちゃい体にいっぱい詰まってんね。あと攻撃力もハイパー高いような感じがするけども、足ハイパー遅いね。何事ってぐらい足遅い。どういうことやって。こういう足遅いやつに、あれだな、バナーバナーの効果を組み合わせたいな。オッケー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 。ちょっと待って、思ったより敵に対抗するような、意外とここ普通に難しいぞ。ちょっと待って、なんか、遠距離系さすがに持ってかないと勝てない感じがしてきたので、遠距離系を連れていきたいのだが、どうなる？ダイヤモンドアーマーステーブ。ここら辺などういう違いがあるんだ？あ、武器の違いかな？武器が違うんだ。結構武器で、武器ごとに分かれてる感じが、ダイヤモンドピッケルステーブ。いいですね。これピッケルは、あ、ちゃんと水色になってる。すごい！すごい、ちゃんと水色のピッケルにしてある。すごい。まあ一応これは、なんだっけ、普通にモッドなしでできることなんですけど。ちょっと待って、どうしよう。誰だったらいいかな。うわ、ゾンビ、そう、なんか、コメント欄で知ったんだけど、今、ゾンビピックマンじゃないらしいね。今の、ゾンビピックマンじゃなくて、なんか、ピグミンっていうのかな。なんか、ピクミンみたいな、よくわからん。本当によくわからん名前になってるらしくて。うん。ゾンビピックマンっていう、まあ、ひたすら豚って言ってた。まあ、多分今も継承は豚なんだろうけど。ゾンビピックマンはもういないんだなって思いました。丸。スケルトン。普通にのはなんか、わかりやすくスケルトン使って、まあ、これただのファイアワークスアーチャーでは、お面をかぶったファイアワークスアーチャー以外の何者でもない気がするけど、まあそれはそれで置いといて。まあお面をかぶったファイアワークスアーチャーと、なのこれ。クリーパーってこんな感じの、へぇ。あ、こういう、ちょっとよくわかんないけど。なんか大量には置けないようになってるんだ。へえ、難しい。エンダーマンどんなことするのか知らない人がいれば。エンダーマンワープする。後ろワープしそうじゃない？背中にワープしそうな感じしませんか？ピグミンかこれ。ゾンビピックマンのクロスボウがいるんだ。へえ、知らんかった。知らんことでいっぱい。もうマイクラ履修してないからさ、もうマイクラ多分、4年
4年か5年ぐらいね、マイクラを5年思ったかな、4年ぐらいかな、多分4年間ぐらいマイクラを触っていないので、ちょっと本当にわからないんですけど、なんか触りたいなって思い始めてきました。これあれだな、あのまあ妥当、本当にちょっと勝ちに行くとしたら、この YouTube 君は割とありだと思っている。 YouTube 君で時間を稼ぎつつ、体力高そうなやついないかな、なんかわかんないけど、ダイヤモンド系使っちゃえばいいか。ダイヤモンドアーマーステーブ、これでいこうか。バトルスタート。やっぱワープした、すごい。やっぱエンダーマンワープしたよ。やっぱりエンダーマンはどこ行った。あ、ワープしてるけど、攻撃はまあ普通にただのパンチっぽいね。うわ強い、いいね。いやちょっと待って、エンダーマンでかい。そのブリンクマジでけえ。いやマジででけえ。あとあれだ、 YouTube からくるウィザードの攻撃だったんだな。これウィザードの雷や、塔の雷撃じゃないわ。あの当たったらそのぐるぐる回って爆発するタイプのあれだ。いや強い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 。これあれじゃん、やってることミノタウロスじゃん。やってることミノタウロスだけど、敵の後ろに瞬間ブリンクして、ミノタウロスの動きをするの、これ強くない？キャラクターとして非常に強いと思うんだけど。ねえ、後衛の真後ろにパッとブリンクして、ひたすらミノタウロスの攻撃して、うららら、何が起きてるんや、すごいすごいすごい。爆発しまくってる、よくわからんことやってる。いいね、いいね、いいね。強いよ。最後剣状態になっている。いや、これはいいね。いや、エンダーマン強いわ。エンダーマンがだいぶ強い。エンダーマン、いいね。これ遠距離キャラをぶっ壊せる系は非常にいいと思います。シルバーチャンネル、アイコン、再生ボタン。いやー、俺もいつか欲しいですね。This in Ancient。なんでここにいるんだ。オッケー、次もやっていきましょう。2000しか使えないのか、どうしようかな。これ誰だっけ、ビクターだっけ、これ なんて言うんだ、これあれか、村人の進化系、あ、森の洋館にいる村人かな、わかんないけど。クロスボウだ。あ、なんかクロスボウあるらしいね、今マイクラに。そういえばクロスボウがあるのかないのかもぶっちゃけあんま知らないけれども、あるって聞いた。どうだろう、これさ、これ、ガーディアンでいけたりするかな？いけると思う？さすがにいけないか？飛んで、近づいて攻撃をして、ガーディアンくんの、いやー、結構いい感じに針がバン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 、あ、すごい動けなくなってる。やばい。なんでそんなくれ、どういうこと？その自爆みたいな死に方したけど。いっぺんに刺された？いっぺんに刺されたのか、それとも何かよくわからん出来事が起きたのかわからんけれども、なんじゃこれは。ん？なんじゃこれは。あー、これあれか、ヘビか。ヘビだな。ヘビだ。なるほどな。ヘビか。びっくりした。本当に何かと思った。さすがに無理。どうしようかな。まあ、わかりやすく、スティーブ系を使ってみるか。ダイヤモンドピッケルスティーブちょっと強そうじゃない？いや、これ4人で勝てるかって言ったらちょっと疑問だけど。これ4人ではちょっと勝てなさそうな雰囲気あるけれども。どこ行っとんねん、どこ行くねーん、どこ行くねーん、いやほんまどこ行くねーん。あ、いいねいいね。やっぱ普通のあれだね。マイナーだね。やってることはマイナー。やってることはマイナーだけど、こういう縦キャラクターとかも全部貫通してぶん殴るのは非常に強いところだが、さすがに数の暴力には勝てなさそうだ。いやーさすがにきつそう。うん、これは数の暴力に負けてしまった感じですね。痛い。横脇腹ヘビに噛まれた。意外と普通に難しいぞ、これ。縦槍のこの陣形が普通にえぐい強い。えぐい強いんだわ。どうしよっかな。これガストかな。ガストあたりでしばくのが一番、あ、ブレイ、うわ、1050、いい数値だ。うん。実にいい数値だ。どうしようかな。意外と普通に勝つの難しいぞ。ピグミンクロスボウ、いや、クロスボウあんま関係ないんだよ。この盾がいるからさ、盾あり陣形普通に強いから、今考えられることとして、まあ一つはクリーパーで一回爆破してみる。クリーパーで爆破してみるのと、ブレイズでまあどうにか頑張ってみる。さあやってみましょう。バトルスタート。いいよいいよ。いいよ。いいよ。さあどうなる。まずは、いい感じで爆破しろ。弾けろ！おお、強い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 、非常に強い。仲間もぶっ飛んだが非常に強い。いや、今の爆発いいですね。いや、これクリーパーいいぞ。
死んだ後に爆発するのはちょっと疑問ではあるが、ただこいつめちゃめちゃいい、うん、非常に火力の高いユニット、とってもいいと僕は思ってますよ。はい、さあどうなる。あ、いや強い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 、いいじゃんクリーパー、いいねクリーパーやるじゃん。いやこのユニットコスト400でこんだけ爆発するのめちゃめちゃ強いぞ。だいぶ壊れ気味。The Sword of the Zeus。 いっぱいコストがある。何使おうかな。なんか高そうなユニットをたくさん使ってみたいなと思うんだけど、意外ともう高いユニットがいないっていう。え、あれだもんね。あれ、ウィザーって触ったっけ。ウィザーなんか見たような、見た気がする。前見たわ。確か見た気がする。見たような気がする。わからんけど。ウィザー使ったら勝てそうな気がする。わからんけど。多分勝とうと思ったらこれ、こう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 、終了。多分これで終了。おそらく。あ、これ、それでクリアしちゃったら面白くないでしょ？ね？いろんなキャラクター使うじゃないの。このファクションあれだな。あの、順番を入れ替えたいな。安い順に順番を入れ替えてほしい。もっと言えば人間をとりあえず左側に置いてほしいなって思いました、丸。盾と槍がすごい。盾と槍の暴力。非常に暴力を感じます。あと、クロスボウもいたね。クロスボウとかも並べても、たくさん並べちゃおっか。いろいろ並べよう。これなんだっけ？ピレッジャー。ピレッジャーわかんないけど。ピレッジャー。オッケー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 。で、あとは、どうしようかな。なんか、細けいやつたくさん並べようかな。これ、スティーブとアレックスだよ。なるほどね。アレックスとスティーブはまあ変わらんな。見た目がちょっと違うだけだな、多分な。ゾンビとか並べてみる。ゾンビ300もあるよ、コスト。高くね？高えな、ゾンビ。コストゾンビ300はだいぶ高いなって思いましたけど、まあ、それは一旦置いておいて、どうしよっかな。ゾンビなんとかピグミン。ピンクだな。色だいぶピンク。あ、ウィッチ。ウィッチ使ってみ、あ、やっぱそうだよね。ウィッチといえばやっぱポーションだよね。ポーション投げるわ、ウィッチは。ああ、解釈ウィッチ。さあ、バトルスタートやってみましょう。はいはい、いいですよ、いいですよ。ポーションが非常にいい仕事をしております。おっと、これはゼウスの攻撃もいろいろ痛いな。いっていうか、槍にボコボコにされている。いや、きついか。うん、あの、ボンボンに死ぬ。ボンボン死んでく。うん、すごいボンボン死んでく。いや、でもなんか、クロスボウとかそこら辺非常に強いんですが、あー、でもどうだ？いや、数を減らしていけるかどうか。だいぶきつい。うわー、いい羽、いい羽していくよ、そのゼウスくん。だいぶいい羽だよ。いや、でもなんか、ノーコン、だいぶノーコン、ノーのコン、ノーコンティニュー。いや、いけるか？微妙。だいぶいけそうな、いけなさそうな。まずはゼウス、まずはゼウスやんないとやばいぞ。オッケーオッケーオッケー。いったか？これどうだ？いや、ヘビが強い。ヘビがだいぶ強い。ヘビに、おい、ポーション強い。いや、ポーション強よ。ああ！さよなら。君はいいやつだったよ。やばい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 。ヘビが強い。ヘビが強い。ヘビ強すぎ。ヘビに全部持ってかれているが、これはあるか？一定あるのかないのかどっちなんだ？あ、いける、いけるかいけないか？てか、射程距離長。そんな長い射程距離って。そんなに長いの？当たんな当たんな。どうなる？おっと、ナイス！ギリギリセーフ！二人貫かれたけれども。二人貫かれたけれどもギリギリ生き残っていく対戦ありがとうございました。お、You did it! ありがとうございます。 Thank you for playing. ありがとうございます。結構早いそうか、8ステージしかなかったもんな。そんなもんか。いや、なるほどなるほど。キャンペーンでな、ファクション、そう、あのマイクラファクションとか他のファクションを使えるキャンペーンがなかなか見つからなかったから、ちょっとまた探しとかないとな。いや、でもマインクラフトファクションなかなか楽しい。やっぱ新しいファクション触るの楽しいな。シンプルにおもろいわ。うん、キャラクター多いし。いや、これはなんかまたもう次回もできればマイクラファクションとかでやっていきたいなって気持ちあるね、正直ある。まあ、ちょっとそこら辺は分かりませんが、また次回のご視聴もどうぞよろしくお願いします。なんか、ちなみに、ワークショップでいろいろ探してるんですけど、なんかもしは、あの、一応 YouTube 入っちゃった。Steam のこのワークショップ、このワークショップ限定ですが、なんかこれやってみて、みたいなのがあったら、
まあもし Steam で TABS やってる方限定にはなっちゃうんですがね、はい、だとしたら教えてくれると嬉しいです。一応検索機能あるから、そう、頑張ってやっていこうと思います。では次回のご視聴もよろしくね。バイバイ。